今回は8代将軍である徳川吉宗がなぜ暴れん坊将軍と呼ばれているのかを解説していくのじゃ。徳川吉宗といえば、時代劇などの主役というだけでなく、大胆な財政改革、享保の改革を行った将軍として、現代でも抜群の知名度を誇る。徳川家の当主で将軍となった人物の名前には家の一文字が入っていることが一般的である。初代将軍徳川家康から当主に受け継がれてきた一文字だが、徳川吉宗には家の文字は入っていない。これは吉宗が将軍になる予定がなかったことを意味しており、当初の予定では吉宗は三万石の藩主として一生を過ごすはずであった。吉宗は1684年に紀州藩の二代藩主であった徳川光貞の四男として誕生した。血筋では徳川家康の血を受け継いでいるものの、徳川宗家となる徳川秀忠の男系の出身ではなく、親藩である徳川御三家の紀州徳川家に生まれた。徳川御三家は親藩の中では徳川将軍家に次ぐ地位を所有している。つまり三家は親藩でも最高位にあたるのじゃ。徳川宗家の血筋が絶えた場合は、徳川御三家から将軍を輩出することになっており、選定される順番は尾張徳川家、紀州徳川家、水戸徳川家となっていた。つまり吉宗の場合、将軍職に就くどころか四男であったため、紀州徳川家の嫡男でもない立場の人間だったのである。ではどうして吉宗は将軍職に就くことができたのだろうか。それは1716年に第7代将軍であった徳川家継が8歳の若さで亡くなったからである。家継が亡くなったことで、幕府は次の将軍を選出する必要があったのである。一方、当時の吉宗は紀州藩主として財政再建の手腕を振るっていた。そんな吉宗のもとに将軍職を継ぐ話がもたらされる。博士、どうして尾張徳川家から次期将軍が選出されなかったの？尾張徳川家内では将軍職を争わない決まりがあったからなのじゃ。その結果、紀州藩の財政再建の手腕が認められ、吉宗が将軍職に就くことができたのじゃ。将軍となった徳川吉宗は新しい組織作りに着手した。聖徳の治と呼ばれる改革を行い、当時幕府の重鎮であった新井白石や真鍋明房を解雇し、水野忠幸を老中に抜擢した。それから吉宗は幕府の財政改革に乗り出し、お蕎麦御用取り次ぎという蕎麦用人をこしらえた体制の下で、徳川吉宗自身が政治を主導していくようになった。吉宗が暴れん坊将軍と呼ばれるきっかけの一つになったのが、自ら政治を主導していったからだと考えられているのじゃ。幕府の財政改革を行う際に、吉宗は質素な生活を中心として改革を行った。吉宗は家臣たちに質素倹約を徹底させるために、将軍でありながらも食事は1日2食とした。また基本的な食事の内容は一汁一菜と決め、贅沢な生活を送ることはしなかった。吉宗の行った質素な生活は大奥にも及んだ。大奥は贅沢の根源のような場所だったため、4000人いた大奥女中を大量に解雇して1300人にまで減らしている。なお、解雇の基準として大奥を出ても暮らしていけるだろう美しい容姿の女性を率先して解雇したと言われており、この大奥の改革は現在でも賛否両論である。一説には吉宗の好みの顔の女性を大奥に残したと言われているのじゃ。吉宗の財政改革は幕府内だけではなく、農民にも大きな影響を与えることになる。吉宗が質素倹約の次に行ったのは、いかに収入を増やすかの対策である。当時の収入を増やす政策はお米をたくさん作ることである。
つまりお米をたくさん作れば幕府の収入が多くできると吉宗は考えたのである。そこで吉宗は治水工事や神殿開発を奨励してお米の生産性を高める政策を行った。1722年には幕府の財政を潤わせるために揚げ米の制を導入した。博士、揚げ米の制ってどんな政策なの？揚げ米の制とは、参勤交代の期間を1年間から半年に短縮する代わりに、藩の石高1万石につき100石を献上米として幕府に納めるという制度のことじゃ。この上米の制は一時的に収入を増やすことができたのじゃが、次第に各藩が幕末に向けての資金を確保できるようになり、結果的に幕府の権威失墜につながってしまったと言われているのじゃ。吉宗は後世では創作などの影響で庶民の味方という印象が強いが、実は財政改革のために年貢を引き上げるなど農民にも負担を強いていることでも有名である。農民に重い負担を強いる制度は大きく分けて2つあり、その1つが上免法であった。上免法は収穫高を問わず常に一定の年貢を納めるという制度である。上免法は幕府の財源を安定させる利点がある一方で、凶作においても同じだけの年貢を納めなければならないため、生産がなかなか安定しないこの時代においては厳しい制度であった。もう一つの制度は五公五民である。五公五民とはこれまで行われていた四公六民とは違い、全体の生産高のうち領主4割農民6割を取り分としていたお米を領主5割農民5割の取り分に変更した制度である。これにより農民の負担は必然的に増加することになったのである。吉宗の行ったこの2つの制度は悪法とも言われているダメな制度だったのじゃ。さらに農民にとって大事件が起きてしまう。その事件とは1732年に起きた享保の大飢饉である。享保の大飢饉では西日本を中心に餓死者は全国で1万人以上に上ったと言われている。吉宗は享保の大飢饉の教訓を生かして凶作に強いさつまいもの栽培研究を進めることを蘭学者に命じた。この時青木昆陽という人物が中心となってさつまいもの研究が行われたのじゃ。吉宗は米市場をコントロールするために1730年に大阪堂島米会所を幕府公認の先物取引市場として設置し、米市場の安定化を図った。博士、どうして幕府公認の先物取引市場を大阪に設置したの？先物取引市場を大阪に設置した理由は、当時全国の年貢米を集める都市が大阪だったからじゃ。吉宗が設置した堂島米会所では現物取引だけではなく証拠金による先物取引も行えるようにした。これは現代に置き換えると証券化と同じ意味を持つ取引方法である。吉宗が米の取引を証券化した理由は、重い米俵を持ち歩くのは大変だったからである。吉宗は一般的に米将軍と呼ばれているが、お米以外にも様々な方面の問題解決を試みている。1721年に設置した目安箱をはじめ、無料の医療施設である小石川養生所を設置した。小石川養生所は現在の東京大学大学院理学系研究科附属植物園として名称を変え、当時使われていた井戸が現存しているのじゃ。吉宗は行政面だけでなく司法面でも改革を行った将軍である。1742年に久慈方お定め書きを制定している。久慈方お定め書きとは、上巻と下巻からなる江戸幕府の基本法典であり、実際の判例や慣習が記載されていることが特徴である。久慈方お定め書きは制定されたことで裁判の迅速化に成功している。吉宗が行った改革は他にも多数あるのじゃが、特に有名なのが今回紹介した内容じゃ。
いろんな方面で改革を行っていたんだね。では徳川吉宗がなぜ暴れん坊将軍と呼ばれるようになったのであろうか。吉宗が暴れん坊将軍と呼ばれるようになった理由は、彼の政治改革が庶民に重点を当てていたからだと考えられている。米、目安箱、医療機関、どれも庶民にとっては従来では考えられない大改革をやってのけている。江戸時代には3回の大きな改革が行われているが、一番成果を出した改革は享保の改革と言われている。それほどの改革を行った人物である吉宗は、まさに幕府の暴れん坊将軍であったことは間違いない。